お持ちなさい。あなたの望んだその星を。目が見えない。クレール？クレールはどこ？クレール！思い出した。あなたの名前はフローラ。ごめんね、フローラ。二人の夢は叶わないのよ。それでは第100回青少祭、私たち99期生スターライト再演、その大成功を祝して乾杯。乾杯。終わったね。うん、終わった。やっぱりいい。うん、いい。二人ともすごく満足そうな顔してる。やりきって燃え尽きたって顔。まひるちゃんだって。でもうん、よかったな。スターライトを演じることができて。うん、演じきることができて。でも少し悔しい。悔しい？大好きなクレールを演じることができなくて。あ、西条さんのクレールを見ててすごくきらめいてて、少し、うん、とても悔しい。ひかりちゃん、あなたがそこまで言ってくれるなんてね。私も悔しいわ。また主役の二人を見上げているだけだったから。ジュンナちゃん。ああ違うの、ナナ。悲願でるんじゃなくて、あのね、ナナが演じてるフローラを見て、クレールを演じるのは私よ、私じゃなくちゃって強く思ったの。私ならフローラを塔から落とさない。その手を掴んで離さない。そんなクレールが演じられるはず。そう強く思ったのよ。あ、すごいよ、ジュンナちゃん。そんなクレールの解釈、私初めて。演じる人間が変われば解釈も変わる。舞台の基本、舞台の一番面白いところだよな。やっぱ次こそ私たちがクレールとフローラをやるしかないな、カオル子。いややわ、みんな暑苦しゅうて。はあ？まあ舞台であんだけ盛り上がったらしゃあないどすけど、でも冷静な目線がないと反省を次には生かせまへんえ。強がるなよ。オーディションで黒子が主役に決まった時、地団駄踏んで悔しがったくせに。なんで黒はんなんよ。なんでうちがクレールやないんよ。うちならクレールをもっとこうして、もっとああして。ああ、いらんこと言わんでよろしい。うんうん、分かってます。カオル子ちゃんもちゃんと熱いもんね。明日からお稽古倍増やで。二葉はん、101回目の青少祭こそ主役はうちらがいただくから。なんなんだよカオル子ちゃん。第101回青少祭のスターライトは私とひかりちゃんがフローラとクレールだよ。カレン、うん、第101回青少祭のスターライトが私たちの運命の舞台。ふふ、それはどうかな。え？だって101回目のスターライト、オーディションでクレール役をつかむのは私だもん。そうなったらフローラ役はカレンちゃんかな、ひかりちゃんかな。まあ、みんなが仲間で、みんながライバル。うん、だからこそもっと高みへ。負けないから西条クロディール。あらあら、みんな揃って宣戦布告とはね。いいわ、かかってらっしゃい。青少音楽学園第99期生主席西条クロディール、セモアラスター。私は誰にも負けない。私は誰にも負けないか、うん、そう確かに言った覚えがある。私は負けてないって。あれはいつの舞台、誰に向かって言ったセリフ。私は舞台少女、演じた舞台は決して忘れない。なのになぜ思い出せないの。私は負けてない。負けたくなかったのは誰に。
上機嫌だね、カオル子ちゃん。今日の演技実習の授業、劇場のゴーストだからな。浮かれてるんだよ。だって、うちあの演目大好きなんやもん。劇場のゴースト、人気舞台女優が劇場に潜む幽霊に愛される物語。幽霊に翻弄されるステファニーの弱さや脆さ、そしてあの最後に劇場に響き渡る女の子の笑い声。はあ、極上の恐怖があの舞台にはありますわ。そうだよな。最初にあの舞台の DVD を見たとき、カオル子一人でトイレに行けなく。いらんことは言わんでよろしい。でもでも久しぶりだね、劇場のゴースト。1年生の夏合宿以来だっけ。夏合宿？ A 組はね、毎年夏になると海の森校舎に泊まり込んでみっちり演技のレッスンをするの。海の森校舎ってね、レッスン室や音響スタジオ、劇場まで完備されてるんだよ。1年のその時は途中の山道でカオル子がバスに酔っちゃって、もう大変大変。だからいらんことは言わんでよろしい。あれは双葉班がおへそに貼る酔い止めの梅干しを忘れたから。だから去年は私が梅干し持って行ったの、一粒。その1年の時の実力発表会で劇場のゴーストを演じたの。主演がクロちゃん、ライバルがナナちゃんで、それがそのまま第99回のスターライトの配役につながって今に至るってわけ。そう、それくらい大事な夏合宿。今年はひかりちゃんも一緒だよ。夏合宿楽しみ。あの時ステファニー役は取られたけど、今日こそ主役はうちがもらえますぜ、西条クロディーヌ。嘘。まあまあカオル子、そんな落ち込むなって。あかん、ショックでもう立ち直れそうにあらへん。はい。ハマり役ゲットしたじゃん。別に。そやけど、うちの表現力を示すいい機会どす。主演の黒飯を食うくらいとんでもないゴーストを演じてみせてありますわ。舞台に愛されたステファニー、ご機嫌いかがかしら。舞台に愛されたって幸せとは限らないわ。口を開いた奈落とスポットライトの届かぬ闇と古い大きな舞台の裏で切なく響くすすり泣き。はい。お疲れ様、クロちゃん。はい、タオル。え？ああ、マウス？どうしたの、クロちゃん。私の演技ちょっと違ってた？え？あ、うん、そうじゃないの。ナナの演技は良かったわ。解釈だってバッチリ。どうすればステファニーをもっとうまく表現できるかなってちょっと考えてただけ。そう？ならいいんだけど。よし、ちょっとシャワー浴びてくる。次はバシッと決めるから。クロちゃん、いやー、今のところ良かったよ、バナナ。ライラの切羽詰まった感じがすごくよく出てた。ええ、西条さんのステファニーがじりじりと追い詰められていくのが分かったわ。うんうん、最後の叫び声もバシッと決まってたし。だよね。え？バシッと決まってたはずなのにどうしちゃったのかな、クロちゃん。ダメね、これじゃ全然ステファニーの感じた恐怖が表現できてない。全身に突きつけられたリアルな恐怖の叫び、あの時感じた恐怖に比べたらまだまだ作っているわ。もっともっとあの時聞いたセリフのように背筋を駆け抜けるような恐怖の感情を。あの時、一年生の夏合宿の時もステファニー役は私だったはず。それ以外で劇場のゴーストを演じたことも見たこともないわ。だとしたら私はこのセリフをどこで聞いたの？誰のセリフとして聞いたの？おかしい。この間からずっと胸にあるこの違和感は何？違和感？違う、これは欠落。何かが
足りない。いえ、誰かが。舞台に愛されたって幸せとは限らないわ。舞台に愛されたステファニー、ご機嫌いかがかしら。なぜ？ライラのナナのセリフのはずなのに、私はこのセリフを言ったことがある。いつ？誰に？その時、じゃあ誰がステファニーを？今のは、あれは誰？劇場のゴースト？違う。あれは、プリオスキファミリーの呪いは、私が全て断ち切ります！まったく、プリオスキの子供たちは、揃いも揃って、銃というものを軽々しく振り回す。バーン！ドンブリオスキの着女、エレナ・ブリオスキを軽く見た罪は重いですよ。私の居場所は、この舞台の上にしかないの。舞台を降りた私を、誰一人見やしない。喝采が私の音楽。誇りの焼ける匂いが私の糧。ごめんね、フローラ。二人の夢は叶わないのよ。わかったわ。舞台少女だもの。どれもこれも私のセリフだけど、私のセリフじゃない。じゃあ、誰のセリフ？誰って、誰？私のセリフは、誰のセリフだったの？私は今、何を、演じさせられているの？演じさせられている？誰かのいない舞台を？そんなの。そんなの、冗談じゃないわ！勝負はまだついてない。なのに、勝手にいなくなるなんて許さない！私は、負けてない！イグザクトモン。天道、マヤに！舞台が、途切れた。あなたは？そうなの。夏合宿の最終日にまひろちゃんが。って、ああ！ここどこ？劇場？スターライトが消えかけた時の。私たちをここに呼んだのは、あなたね。確か、名前は、エル、あなたなんでしょ？私たちを、演じさせていたのは。え？クロちゃん、それって。あ。答えなさいよ、エル！どこ？は？どこ行ったの？アンドリュー！アンドリュー！はいはい、お待たせだりゅー！うわ、なんだあれ？あ、知ってる？確か変なお店をやってる。アンドーナツ？アンドリュードリュー。愛情カリン。でっかい着ぐるみか？ぬいぐるみか何かか。ミスターホワイトとか、スズダルキャットみたいな。こんなのと一緒にしないで。ごめんなさい。こんなのとはアンドリュー。こんなのとは。アンドリューは。かわいいモグラのアンドリュードリュー。モグラ、モグラなのかこれ。どこがかわいいんよ。顔はつぶれてるし、色も変やし。アンドリューのかわいさがわからないドリュー。ほんと見る目がない強女ドリュー。はぁ、今日と関係あらへんやろ。それにうちのどこが見る目ないんよ。肌の立つ着ぐるみやわ。中誰が入ってんのよ。出てきて顔見せなはれ。ああ、はいはい、触らないで触らないでドリュー。エル、遅れてごめんドリュー。ちょっと毛並みのお手入れしてたドリュー。もうちゃんとしてよね。では皆さん、リライブの舞台へようこそ。リライブの舞台？舞台が途切れた。あなたはそう言ったわよね。ええ、確かに。何のことだよクロコ。つうか、何なんだよ一体。またスターライトが消えかけてんのか？そう、それに近いわ。私たちは、あいつがいない日常という舞台を演じさせられていた。そうでしょ？あいつ？さすがは舞台少女ですね。ね、アンドリュー。
さすがは舞台少女ドリューね、エル。自力でこの舞台までたどり着くとは。もうなんなんよ、その全部わかったような口ぶり。知ってることがあるなら早言いなはれ。はあ、せっかちな強女ドリューね。だから京都関係あらへん言うてるやろ。これだからせっかちな強女は嫌いドリュー。 なんで勝手に嫌われなあかんのよ、このカビ生えた色したつぶれどら焼きみたいなモグラに。カビの生えたつぶれどら焼き、言っていいドリューと悪いドリューがあるドリュー。おいおい、子供の喧嘩かよ。クロコ、こいつらはほっといて。誰かがいなくなったってどういうことなんだよ。天道マヤ、私たちはあいつのいない日常を演じさせられていたの。天道マヤ、天道マヤ、なんだろうこのざわざわ。知らんはずやのに知ってるような、なんや変な気持ちになりますわ。その名前、その子がいなくなっていたってこと？私たちの舞台から。それがリライブです。今この世の物語、この世の舞台、この世の戯曲はコロスに侵食され、消えゆく危機にあります。それを止めるためには舞台に上がり、コロスを策撃しなければなりません。コロスを策撃？コロスってスターライトが消えかけた時私たちの邪魔をした。そう、群衆を意味する動く舞台装置。そして舞台に上がることができるのは舞台少女だけ。そして天道マヤが主演として舞台に選ばれたドリュー。舞台に選ばれた？どういうこと？はあ、勘の鈍い舞台少女ドリュー。舞台に選ばれたってことはお前たちのいる舞台からはいなくなるということドリュー。そんなもん説明せんとわかるか。待って、それって私たちの舞台からいなくなったから、私たちの記憶から。そう、消えた。そして私たちはあいつのいない日常という舞台を今も。エル、あいつは？天道マヤはどこ？あちらの舞台に。我が名は太陽の国が騎士団長、マリア・ベーラ・イルソーレ。太陽の国の一番の剣、いざ争いに終止符を打つため、この力惜しみなく捧げます。あのセリフ、あの衣装、別れの戦記。じゃあ今別れの戦記がコロスに侵食されて消されようとしてるってこと？その通りです。彼女は舞台を守るために、コロスを策撃するために衣装をまとい、あの舞台に。だからその策撃って何なんよ。だから物分かりの悪いやつドリューね。劇中からコロスの配役を削り、侵食された戯曲を守ることに決まってるドリュー。だからそのもん説明せんとわかるか。コロスを策撃できなければ、いずれその戯曲は消滅するでしょう。人々の記憶からも、存在そのものも。スターライトがそうなりかけたように。その通りだよね、アンドリュー。その通りドリュー。エル、コロスを策撃して戯曲を守り、再び正しい舞台を最後まで演じ切る。それが戯曲を守る唯一の手立て。それがリライブなのです。リライブ？じゃあ私たちがコロスを策撃してリライブを演じきれば、物語は守られ、役を演じきった主演女優は舞台から解放されるでしょう。そうよね、アンドリュー。その通りドリュー。エル、どうしよう、どうすればいいんだろう。どうするもこうするもなあ。そんなおったかおらんかもわからん誰かのために、なんや怪しい舞台に立てっちゃうやろ。なんやもううさんくさいわ。でも
名前を聞いた時のあの感覚。私もあの人を知ってる気がする。ええ、迷っている暇はないわ。クロちゃん、何するの？決まってるでしょ、こうするのよ。決まってるでしょ、こうするのよ。舞台に飛び込んだ。あの背筋の通った立ち姿、あの隅々まで手入れされた長い黒髪、何が腹が立つって。それを忘れていた私に、私のいない舞台に立ってるあいつによ。敵の数が多すぎる、こんなところって。はっ、最強と名高い太陽の国の騎士団長マリア・ベーラ・イルソーレともあろう者が情けない姿だこと。あなたは黒獅子の国が騎士クラウディア・シュバルツボルフ、太陽の国の危機に馳せ参じた者なり。まさか黒獅子の国の頃クラウディア。あら、あんたにまで名前が伝わっているなんて、私も随分と名を挙げたものね。なぜ黒獅子の国のあなたが。騎士団長マリア・ベーラ、私たちもいますよ。あれが国境を越えて現れたという謎の敵ね。騎士団長、ここは私たちが食い止めます。太陽騎士団、どうして。まだ終わりまへん。うちが一声かけたら黒獅子の国も太陽の国も動くっちゅうことです。カタリーナ・レオパルド、私は、いいえ、太陽の国を裏切ったあなたがどの口で何を。まあまあ、今は昔のことを蒸し返している場合とちゃいますやろ。ってことで一時休戦だな。私の射線に入って撃ち抜かれても文句は言わないでね。いがみ合う二つの国が手を取り合って戦う、それも運命なのかも。敵の敵は味方ってことだよね。じゃあ突撃しちゃいます。太陽騎士団と黒獅子騎士団が共に戦うなんて。で、あんたはいつまで膝をついてるのかしら。立ちなさいマリア・ベーラ・イルソーレ、こいつらを片付けるわよ。言われなくとも。お見せしましょう。はっ、二人輝いて見せてあげる、私の本気。これで全部片付いたわね。助けてもらったこと礼は言いません。助けたつもりなんてないわ。ただあんたをあんな雑魚どもに倒されたくなかっただけ。邪魔者はいなくなった。では決闘。決闘？刃を研ぎ澄まし魂を鍛え上げ、目指す頂はただ一つ。それは最強の剣士シュテルクストの称号、最強と名高い太陽の国の騎士団長マリア・ベーラ・イルソーレ。あんたを倒して最強となるのは私クラウディア・シュワルツボルフよ。そんなくだらないことのために決闘を。あら、これ以上に崇高な理由があって。あんたを倒し私は、はあ、ポジションゼロ、セモア、ラスター以上をもちまして、本日の講演は、すべて終了いたしました。お忘れ物のございませんよう、お気をつけてお帰りください。またのご来場をお待ち申し上げております。終わったのね、舞台が。ええ、
別れの戦記を演じ切りました。終幕までお見事でした。黒獅子の国の騎士クラウディア・シュバルツボルフ、いえ西条クロディーヌ、私は私の役を演じ切ったまでよ。 The perfection、 完璧にね。さあ舞台の幕は降りたわ。撤収撤収、みんなが舞台で待ってる。私たちの舞台で帰るわよ天道マヤ。愛情さん、ごめんね、天道さんのこと忘れててごめんね。愛情さんが謝ることではありませんよ。あと私の袖で涙を拭かないでいただけると。でも舞台を終えることができてよかった。おかえりマヤちゃん。おかえり。ありがとうございます皆さん。まったく、次からはちゃんと一言言ってからいなくなりなさいよね。それができればそうしていました。お、なんか久しぶりに見た気がするぜこの二人。うんうん、なんだかホッとするね。でもその気持ちを忘れてしまってた。忘れるというよりも、もともと存在しない世界を演じさせられていたということなのよね。それも私たちが気づかないうちにね。スターライトが消えてしまいそうになったあの時のように。そう、そして戯曲の消失は今も続いているのです。そうよねアンドリュー。そうドリュー、エル、消失はおそらく今もどこかで起きてるドリュー。スターライトだけじゃなかったんだ。コロスがどこから来るのか、なぜ戯曲が消えてしまうのか、それはまだ分かっていません。でも私は戯曲を守りたい。舞台を生み出す戯曲という存在を私は愛しています。だから消失させたくない、絶対に。でも私は舞台に上がることができません。なんで？こんないろいろなこと知っときながらなんで舞台に上がられへんの？それはエルがまだ舞台少女じゃないからに決まってるだりゅう。だからそのもん説明せんとわかるか。お、まだ人が嫌がることをずけずけ言ってくる。まったくこの強女はデリカシーのかけらもないドリュー。デリカシー？そっちこそ人が嫌がることをずけずけと。中誰が入ってんのよ。出てきて顔見せなはれ。ああだから触らないで触らないで。アンドリューは可愛いモグラドリュー、暴力反対ドリュー。どこが可愛いよ。青カビ生えたつぶれ大福みたいな気持ち悪い顔したこのキモグラが。はあ、青カビ生えたつぶれ大福みたいな気持ち悪い顔した千詰まりモグラ、あんたはたった今からキモグラや。キモグラ？誰が青カビ生えたつぶれ大福みたいな気持ち悪い顔した千詰まりの死んだ目をしたキモグラドリュー。なんか吠えとる。もう怒ったドリュー。この自慢のモフモフモグラパンチでぶっ飛ばすドリュー。暴力反対じゃなかったのかよ。いいから落ち着けって、カオル子もキモグラも。お前もキモグラって言ったドリューな。このチンチクリン。誰がチンチクリンだこら。はいはい、今はそんな場合じゃないでしょ。それで私たちはどうすればいいの？再びコロスの侵食が始まり、戯曲が消失しそうになったら衣装をまとって舞台に上がり、コロスを策撃してほしいのです。消えゆく舞台を演じてリライブして救ってほしいのです。どうか戯曲を、物語たちを、どうか。わかりました、やりましょう。え、何か？いえ、そんなあっさり。舞台に携わる者が戯曲の消失を看過できるでしょうか？ま、できるわけないわね。コロスを策撃して消えゆく戯曲をリライブできるのが舞台少女だけなのだとしたら、私たちがやるしかない。イグザクトム。うん、そうだよ。私たちが戯曲を
舞台を守らなくちゃ。うん、大切な戯曲がなくなってしまう怖さ、私たちにもわかるから。皆さん、だから戯曲が消え始めたり、誰かが舞台に取り込まれたのならすぐに私たちに教えて。知らない間に誰かが消えてるなんて、なんなんだからって。それ私のセリフだよ、クロちゃん。やりましょう。私たちでコロスを策撃して戯曲を救うために。あーって、それ私のセリフでしょ、天道マヤ。わかりました。戯曲に異変が起きたり、舞台少女が舞台に取り込まれた時は真っ先に皆さんに。うん、お願いね。あ、でも私たちだけで対応しきれるかわからないし、他の学校にも知らせた方がいいんじゃないかしら。そうだよね、シークフェルトとか林明館とかフロンティアのみんなにも。やれやれ、忙しくなりそうだな。聖章祭もあるし、劇フェスもあるのに、さらにコロスを策撃せいやなんて、こんなんいつ休めばいいよ。夜中たっぷり眠ってるんだから大丈夫だろ。全然大丈夫やない。エル、そろそろ時間取りゅ。ああ、そうだよね、アンドリュー。では皆さん、私たちはこれで本日の公演お疲れ様でした。また戯曲が消えそうになったらよろしく頼むドリュー。それまでにデリカシーのなさを何とかしておくドリュー、強女。はぁ、去り際にまた余計な一言を。ちょっと待ちなはれ、このキモグラ、キモグラ。帰っちゃったね。キー、もうなんなんよ、あの口の悪い着ぐるみキモグラ。どこに帰ったん？そもそもどっから来たん？なんであんなこと知ってるん？わかりません。ですが、戯曲を愛し物語を大切にしている、その思いは本物でした。うん、あの好きって気持ち、私たちのスターライトを思う気持ちと一緒だった。消えたりなんてさせない。うん、そうだよね、私たちで守らなくちゃ。コロスを劇苦劇爆撃策撃だったと思うよ、カレンちゃん。そう、それコロスを策撃、それがリライブですよ。もう、なんでそんなめんどくさいこと。己から動こうとしない者に天は救いの手を差し伸べず。ウィリアム・シェイクスピアの言葉ね。戯曲を消失から守るためには、私たち舞台少女が舞台に上がらなくちゃいけないってことよ。花ヤギさんは詐欺娘やアタカの松が消えちゃってもいいの？一部の演目まで、そらあかん、みんなやるで、うちらで戯曲を守るんや。だからさっきからみんなでそう言ってるだろ。よーし、頑張らなくちゃね。でも、どうしたのカレン？私たちは天道さんがいない舞台を演じさせられていたんだよね。うん、そう言ってた。なのにどうしてクロちゃんだけがそれに気づけたのかなって。あら、そうだったのですか。え、それはいいからとっとと帰るわよ。何がおかしいのよ。いいえ、私は帰ってくることができたのですね、私たちの舞台に。